山本主審の笛が鳴りました。試合の開始です。ジョアン・オマリはアダイウッドンあたりをめがけてラフに蹴ります。さあ持った東京、持たれた川崎、長友が前、手を挙げた田川、田川が2や田川に合わせた。クロスも素晴らしかったですし、田川選手の入り方も、まあ、最後のところのその、まあ、足の当たり方ですよね、はい、まあ、少し先っぽに当たってしまったことで。阿部です。アダイウトン、高萩、かかと使って入れ替わったチャンス、アダイウトン、 FC 東京決定機、高萩からアダイウトン。脇坂です。まあ、一瞬山田選手がボール奪い返したのに見えましたけど、はい、まあ、フィジカルの強さでアダイウトン選手もう一回自分のボールしましたから。マルシーニョ、上り坂、レアンドロダミアン。前半のアディショナルタイム、神奈川倉敷校川崎一歩前に出ました。1対0、エースレアンドロダミアンです。まあ、ここうまく中央からまあ左サイドに展開して、マルシーニョ選手がまあ起点になって壁を作って、上り出す選手がうまく外を回って、まあ、このクロスの質も高かったですし、まあ、あとはレアンドロ・ダミアン選手の入り方ですよね、うん、まあ、やはりその、まあ、ジョン・オマリ選手の強さをしっかりマークで外して前に入りましたから、まあ、さすが点の取れる選手だなという一連の動きですね。谷口のワンタッチ、中村拓海背後、おー来たぞ、長い、長い、外して流し込んだが、ナイスカバー。いや、この背後の取り方、タイミングで動く、まあ、位置取りも良かったですし、この外し方も完璧でしたからね、はい、まあ、これ以上何をするかっていうところはないぐらいの、もうほぼほぼ得点でしたから、まあ、それをしっかりジェジュー選手のこの、まあ、頑張りで防ぎましたよね。いや、非常に大きなビッグプレーでしたね、はい、あでも森重も見た目だったコース変わった、わずかに右。あ、試合終了の笛を吹きました。山本主審、最後東京ゴール前でフリーキックを獲得しましたが及ばず。